はい。じゃあ、それでは、えー、一斉テスト、商法の、えー、解説の方を進めていきます。えっ、ー、と、まあ、問題を受けられた方もお疲れ様でしたという、えー、形になると思いますけれども、まあ、民法に引き続いて商法も、まあ、試験時間、まあ、大体70分。 まあ80分かな一応、オフィシャルに80分という形で時間を計って解いていった形になりますが基本的には出題形式としてはまあ担当式からとそれからまあ簡単な記述式みたいな形で入門段階、インプット段階でやるべきところというのがしっかりと習得できているかということを確認する問題ということになります。で特にまあ担当式の問題というのが最初50問ありましたが、まあ、民法と比べて商法のまあ科目特性として、えー、まあやっぱりあの論文で問われる部分と、まあ、担当プロパーと呼ばれる分野ですね。 えーまあ、担当式で対策でやらなきゃいけないっていう問題がかなり春別されていて、まあ、実際に担当の過去問をやってみると、まあまあ、見たことないよっていう問題。 まあ担当対策としてやらなきゃいけないという問題が相当数あるというような、まあ、そういう科目特性がありますので、まあ今日の確認テストの中では、まあ、予備試験の担当過去問詞の中から出たもので、えー、かつまあ入門のまあ一般知識ですね入門段階で扱ってくるイン,パインプットの知識とか、まあ、論文対策の中でまあ前提となる知識みたいなもの、まあ、言い換えればあの入門終わった段階でしっかり解ける問題っていうのをまあ50問選定してますので、まあ、抜けているところとかがあった場合にはそこは一つずつあのインプット教材の方でもう一回確認をしていくということが求められる問題ということで なりますであとは、えー、後半の方ですね、えー、記述式の問題に関しても、まあ、通常はの事例問題形式の論文という形でね、えー、やるよりは、まあ、こういう担当みたいな、単文問題という形ですかね、まあ、一問一答に近いような形で、しっかりと、まあ、論文のパーツに当たるところであったりとか、まあ、判例の重要規範であったりとかっていうところを、まあ、正確に理解しているかどうかっていうところを網羅的に扱っているということになりますので、まあ、抜けているところを、まあ、しっかり潰していくことで、まあ、ある程度、効果測定になろうかなとは思ってます。でえー、一応達成目標 としてはですね、えー、まあ商法自体の科目が若干、ね、あの手が回りにくい、えー、特にえ商法相続商行為手形みたいなところもちょっと入っちゃってることを考えると、まあ、1回1年目でインプットが終わって でまあ、インプットの効果測定という点での、まあ、まあ達成目標としては大体70点前後、えー、取れればいいのかなというところ。であとはまあ来年の、えー、まあ予備試験とかロースクール試験という形で、まあ、来年にまあ試験を控えている方は、まあ、なるべく8割、9割、まあ、85点以上取れるというのが一応望ましいかなと思います。でまあ、もちろんこれは合格目標っていうかね、えーその 目標年度によって変わってくるところではありますけれども、まあ、究極的に言うとね、もう全部やって損はないっていうところになりますから、まあ、抜けてるところとかについては、まあ、ここでしっかりと確認をするっていう、まあ、一つの意識づけのタイミングだと思っていただければと思います。なので、まあ、民法とかと比べて商法、ね、て、商法ね、いざやってみると、えー、結構大変というか、しんどいような点数が出ちゃう可能性もあるかもしれませんけれども、まあ、それはそれでまあどうやって解決していくかっていうね、えー、まあここの商法、ちょっと危ないから、もうちょっと復習しようかっていうね、えー、そういう動機づけとしての位置づけっていうのも非常に多いです ですからまあ点数がまあできたできないっていうところでね、えー、その結果にまあ一喜一憂するっていうよりはね えー、このあとこういうふうな勉強をしていかなきゃいけないというところを、まあ、意識して、次また民事訴訟法もありますから、えー、次の科目の中で、えー、そういうふうな、えー、ところをやっていくといいかなと思います。特に、まあ、商法の場合、特に会社法については、まあ、結構明確に設立、えー、機関、株式、資金調達、そして組織再編みたいな形で、まあ、ある程度明確にね、ジャンル分けされているところがあるので、まあ、特に苦手だったりとか、まあ、一つ言えるのが問題文の担当であれば、担当を読んだときに、問題文の意味がわからないようなものがあったりとか、 あまあ、もしくは記述も同じですね。記述でも、なんか出題されている趣旨が分からないなっていう問題があった場合には、えー、ちょっと要注意ってことになりますから、そこはしっかり入れ直すということが必要になってくると思います。えー、では、早速ですけれども、担当の問題ですね。えー、一応、解説冊子自体は、えー、まあ添付という形で。まあ えー、今日来られている方にはまあお配りしていて、でそして、まあ、ズ、えームなり、YouTube なりで、えー、後日見られる方については、アップされているもので、まあ、一応、冊子というのはありますけれども、まあ、全部読んでいくとまあ相当時間かかりますから、まあ、端的にこういうふうに考えていくんだというところの知識漏れがないかというところを、えー、この解説の中で進めていくことにいたします。じゃあ、早速ですけれどもね、えー、問題の方を確認していきます。えー、一応、設問としては50問、まあ、ちょっと多かったかなと、まあ、作,る作るというか、選ぶ側としてもなかなか多いなという形ではありましたけれども、まあ 最初の十問が設立かな、設立のとか、あ、第一の、は、えー、失礼しまし最初の七問かな、が設立の問題ということになります。えー、まあ、しっかり条文の知識っていうのがありますから、あの、まあ、今日ね、六法で引く時間とていうのがなかなかない方もなかなかある時間。 取れれないかもしれないので、まあ、一応根拠条文については一応拾っていきますので、えー、そこのところまあ抜けていれば確認しておいてください。まず1問目、発、え、起、ー、人が2人以上を争そのうちの発起人1人が、えー、設立時発行株式のすべてを引き受けて、えー、他の発起人が設立時発行株式を、えー、引き受けないことができるということですが、えー、これはもう発起人は必ず1株以上引き抜けなきゃだめですよね、えー。こちらは会社法の25条2項で、発起人はあ失礼しました。 発、えー、起人は必ず1株以上引き受けなければいけませんから、まあ、これは25条2項のまあ条文知識ということになります。えー、ですから、例えば、えー、複数の発起人のうちの1人が全部引き受けるみたいなことはできなくて、発起人が複数いるのであれば、えー、それぞれの発起人が必ず1株以上引き受けることが求められます。ちなみにこれ、予備の担当だともう繰り返し出てる足になりますので、まあ、この知識は持ってればね将来的に役に立つかなと思います。では2問目、えー、設立時取締役はその後、地滞なく、えー この設立の手続きが法令定款に違反していないことを、えー、調査しなければならず、えー、法令または定款に違反する事項が認めるときには、法規人にその旨を通知しなければならない、えー、ということで、えー、こちらについては条文46条で記載されている内容ということになります。えーまあ、ちょっととと不安なな方は条、ね、条文を確認していくといいかなと思いくか思ます、えーまあ、46条で えー、この設立取締役については、まず調査をして、でそして、えー、調査の結果、なんかおかしいぞということがあった場合には、保機人に通知することというのが、えー、一応46条で規定されていますので、えー、こちらはまあ条文として、えー、しっかりと確認をしておくと良いかと思います。ということで、まあ、回答としては、えー、一応、丸ということになりますかね。丸ですねよろしいでしょうか。 では次にちょっと進めていきます。で、そして次の3番。株式会社が成立しなかったときには、あ、つも条文だけ。46条の1項と2項です。1項と2項ということになります。では、それでは次の問題ということになりますね、はいえーと。株式会社が成立しなかった場合には、設立取締役は連帯して、 えーまあ、全責任を負うと、えー。この株式会社の設立に関してしたし行為の行為についてその責任を負い、えー、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。まあ、言ってみれば会社の不成立ってやつですよね、えー。会社が成立しなかったときには、えー、その会社成立にかかった、まあ、全ての責任、費用というものを負担するという、まあ、結構重い責任というものが課せられていましたけれども、これ引っかかった人要注意ね。えー、会社の不成立は責任を負うのは発起人ですからね。 え設立取締役ではなくて、まあ、発起人がまあ実際にその会社を設立できなかったで、一般的にはこの株式会社の不成立っていうのは、まあ、大体会社の設立過程でまあ途中で頓挫してしまう、挫折してしまって、設立まで至らなかったという場合が会社の不成立と呼ばれる概念です。で、この会社の不成立における発起人の責任についても、えー、条文のところでえ書かれていますので、まあ、結構重要条文ですから、56条に規定されています。えー、56条で えー、発起人が連帯して行うということになりますので,バです、ねえー、一応これは発起人が行うということになります。で一応これも56条で規定があると。で、次に4番、えー、設立無効の訴えの話ね、会社の設立を無効とする判決が確定したときは、 え、会社は当初から存在しなかったことになる。まあよく出る話です。これは会社の組織上の訴えみたいなものですね。組織に関する訴えは原則として将来行になるものがほとんどです。ですからこの当初から存在しなかったものとされるっていうのが間違いということですね。例えばこれは会社の 例えば、この設立無効の訴えに限らず、ですね、会社の組織に関する訴えっていうのは、基本的に任用判決は将来項とされています。よく出てくるのは、この会社の組織に関する訴えは、任用判決の場合には将来項でかつ通常体制項を持つことがほとんどです。第三者に対しても判決項を及び、かつそれは将来に対して効力を及ぶと、まあ、されていることがます、あ。 規定されているということになりますので、一応条文、一応確認しておくと、839条かな、839条で将来法の規定が定められてますから、839条で834条の1号の内容ということになります。で、一応これ、口頭でですけれども、ちょっと確認しておくと、原則として将来法なんだという形で、今、私の方で申し上げたところですけれども、 いいですかね、で今、ちょっと申し上げたところではあるんですけれども、あの訴求項になるものは株主総会決議取り消しの訴えね、あれは訴求項になるので、気をつけてください。 株主総会決議取り消しの訴えに関しては訴求項になりますから、まあ、大体のものは将来項だよみたいな感じになるんですけれども株,式株主総会決議取り消しの訴えというのはあれは形成訴訟になりますから実際に取り消し判決が認められた場合には形成判決が出ます。そそうするととと判決のの確定とともにその 形成力によって取り消しの効力が直ちに判決の確定とともに生じます。そうすると株主総会決議取り消しの訴えは原則通り訴求的になかったことになるので、まあ、この点はちょっと不安な方はね、株主総会決議の場合は訴求項だよってことも念のため確認しておくといいと思います。では次に、5番も要注意です。定管または創立総会の決議で定められた設立の効力発生日に成立する。株式会社の成立は登記日です。 えー、これは登記っていうのは一般的に対抗要件っていうのがね、えーまあ、不動産であったり様々な場合でありますけれども、会社の設立のみ、効力要件です。えー、つまり、会社の設立時に登記、設立登記によって会社は成立しますから、えー、こちら条文49条、えー。こちらいろんな場面で出てくるところになるので、えー、効力発生日ではなくて、えー、登記日です、えー。設立登記の時に発生することになりますので、 これれは49条ででで規定されててまますので確認ししおきましょうでは次です、6番、判例の趣旨によると、判例の趣旨によれば募集設立で払い込みの取り扱いをした銀行が、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を発起人に,に交付した、まあ、言ってみればどれだけのお金が出資されたかということに対しての証明書を取扱金融機関が出した後は、払い込まれた金銭が株式会社の成立前に発起人に返還しました。 ということをもって設立後の、成立後の株式会社に対抗することができない。ということで、これはまあ丸いということになりますが、まあ、いわゆるその保管証明責任ってやつです。えー、保管証明責任と呼ばれるもので、まあ、実際に取扱い機関、えー、募集設立において取扱い金融機関が、まあ、いろんな出資者ですよね、えー、つまり株主となろうとする出資者からお金を扱集めて、 でそして、これだけのお金を預かりましたということを、発起人に証明した場合には、えー、その証明責任ということで、実際にそれが預かっていないとかね、例えば、えー、出資者から1000万円預かったとっいうことを、えー、払い込み金融機関が発起人に証明書を出した後は、えー、実はね、えー、その1000万円は払い込まれていませんでしたとかね、えー、もしくは、発起人に対して、まあ、これはね、返還できないことになって、あの発起人に対して、 えー、例えば預け合いみたいになっていてあの、払うことができなくなってるんですといったような、そういった主張ですよね、えー、成立後の株式会社に対して、その保管証明として、えー、証明した金額について払いませんと、えー、そのような、えー、保管した金額について、えー、成立後の株式会社に払いませんよっていうようなことの主張は一切認められないとされています。でですのの、まあ、結論としては、えー、このように 払い込まれた金銭を成立前に保起人に,に返しましたよというようなものについても同じように判例上、成立後の株式会社には対抗できないとされています。これはね、条文上を確認すると64条2項に規定されています。一応判例でも同様のものがありますけど、まあ、募集設立で保管証明をした場合には、その証明責任というものを金融機関が負うという点ね、この点は確認しておくと良いかなというところになります。はい、えー、よろしいでしょうか。 では次に7番行きましょう。7番はこれは論文ですごく出るやつです。定款に記載記録しないでされた財産引き受けは無効である。ここまでは問題ないですよね。うんえー、ということは無効であるが、はい、ここまで OK です、はい。成立後の株式会社が追認すれば遡って有効になる、はいえー。そんなわけありません。無効行為は追認できませんからね。 えーまあ、つまり、この定款に記載、記録しないでされた財産引き受けというのは、念のため確認すると28条ですかね、えー、28条で、えー、一応、柱書きで無効とされています、で無効な行為については、えー、追認することできませんから、えーまあ、もしやこれは新しい、えー、行為をしたものとみなされてしまいますので、うんえー、そうすると遡って有効になるということはありえないということになります。えー、一応、28条の柱書きの規定を、まあ、しっかり押さえておくといいと思います。まあ、追認でできないよっていうことこは結構論文でも聞かかれるからね えー、よくあるのがあれですよね。あの、記述式でも出しましたけれども、発起人の権限ってやつです。設立の会社における発起人の権限っていうのは、設立に必要な行為と、それから定款に記載された財産引き受けのみが権限の範囲で、 で、その権限外の行為については、まあ、例えば定款に記載しなかった財産引き受けみたいなものについては、まあ、無効行為とされますから、そうするとその無効行為っていうものは、えー、会社の追認によっても、それは遡って有効とすることはできないっていうのが判例なので、まあ、その立場をしっかり押さえておくと OK ということです。では次、8番。 こちら、えー、その株式にかかる権利公社の指定通知に対するあ指定および会社に対する通知を書くときは会社が共有者に対してする通知または催告は1人に対してすれば足りるということです。でこれはちなみに、ね、予備試験だと、ね、論文で聞かれたことがある足だったりします。条の4項で規定されていますももとと あの共有状態になっているものっていうのは、えー、株式って準共有になるんですよね。で、準共有状態になっているときには権利行使者を1人決めてで、これは一般的には管理行為とされているから、えー、共有者の持ち分の過半数で、えー、権利行使者を決めて、それで会社に通知しないと権利行使できないんだよね。えー、だけれども、まあ、そのような権利行使者の通知をしてない状態。 えー、権利公社の指定通知をしてない状態で、えー、まあ、そのままにしておくと、会社としては誰に、例えば株主総会の召集通知を送ったりか分かんないわけですよ。まあ、例えば、準共有状態が2人とか3人ならいいけれども、例えば、めちゃくちゃめんどくさい相続になったらね、50人の準共有とかになった時に、じゃあ、その権利公社が決まってない状態だったら、株式会社としては、召集通知誰に送るのって話になっちゃうわけですよ。で、その時には、会社の側から1人選んじゃういんです、えー。これは要するに、その、 会社が行う通知や採ですよね会社が連絡事項を行うときには、まあ、会社の側が誰か1人2位に選んでしまえば足りるということになります。これは要するに連絡事項をするときね、会社が共有者の人たちに連絡するときには1人にすればいいと思います。で、次です。9番、これも重要。判例の趣旨によれば、株式を相続人によて共有するに至った共同相続人、つまり今、準共有になっています。準共有になっていて、株主としての地位に基づいて、 その株主総会決議不存在確認の訴えを提起しようと思ってます。で、ただこの時に、まだ共有状態になってるわけでしょ。株式を相続によって共有している状態ですから、権利行使者の指定がない限りは、権利行使者を指定して会社に通知しないからには、株主としての権利行使できませんからね。 こちらは条文の方でも、えー、権利公者の指定に関する条文は106条にあります。えー、106条にありますから、まあ、権利公者の指定通知というのが行われていない場合には、えー、株主としての権利行使というものは、えー、行うことはできません。したがって、えー、この株主総会決議不存在確認の訴えというのを提起というものも、これは株主としての権利行使の一環とされています。 とされていますから、まあ、特段の事情がない限り原告的確を有しないということがまあ、判例の趣旨ということになりますで。ちなみにこの特段の事情っていうのがどういう場合なのかってことについても、あのちょっと余力がある方はもう一度、えー ここは、ね、あのインプットのところでちょっと確認しておいていただければと思いますあの。要するに会社の側が原告的確を否定することが訴訟上のなんか権利乱用であったりとか、まあ、そういうのに当たる場合みたいのが、えー、あったと思いますので、まあ、ちょっとここはインプットの教材のところとかでもう一度確認しておいてください。あのこれは原則論を今回聞いてますから原則論としては準共有状態になっている場合には、えー、権利公社の指定通知がなければ、えー、株主として権利行使できませんから、えー、株主総会決議不存在の訴えの提起というのは原則通りできないということが 聞かれていますで特段の事情があるような場合っていうのは、えー、まあ言ってみれば会社の側が原告的確を否定することがまあ審議則ないしは、えー、訴訟上の権利審議則に反したりとか訴訟上の権利乱用になるような特段の事情がある場合には、えー、権利あの原告的確をその否定することはできないと。 えいうことで、まあ、原告的確を認めるというね、特段の事情の判例もありましたので、まあ、そちらはもう一度確認をしておくといいと思います。では次です。えー、10番の問題。えー、会社の承認を得ないで、譲渡株式、えー、譲渡制限株式を譲渡担保に供した場合には、えー、譲渡担保権の設定は契約当事者において有効である。まず結論としてはこれ、判例があります。丸ですね。で、前提として確認すると、あの譲渡担保みたいな担保権設定でも形式的には譲渡してますから、えー、譲渡制限がかかっていても承認いります。譲渡制限がかかっている以上はね。 えー、この譲渡制限株式である以上を、その譲渡担保に出すということは、担保権の設定目的であったとしても、その譲渡であることには変わりないから、えー、承認期間の承認が必要であると。で、その承認を得られない場合では、会社に対してはね、えー、会社との関係では譲渡無効ですよね、えー。会社との関係では譲渡無効になりますけれども、まあ、当事者間においては譲渡が有効ということで、まあ、よくあるやつですよね、えー。当事者間においては有効だよっていう、えー、ところを確認している問題。 では次です。11番。今度は会計帳簿閲覧請求、まあ。株主の権利に関する問題。株式会社の会計帳簿の閲覧請求した株主が、まあ、実質的な競争関係にある事業を営む場合ということですから、433条2項の、まあ、いわゆる株主、さ、え、い、ー。会計帳簿閲覧請求の拒絶事由の3号にあたるよね、えー。実質的な競争関係を営む場合っていうのにあたるわけです。でこの時に、 一応、判例の趣旨確認しておきましょう。えー、判例は、このように実質的な競争関係を営む事業が営んでいる株主に対して、えー、会計帳簿の閲覧を拒めるのはなぜかといったら、えー、それが悪用される抽象的な恐れを防ぐことにあるんだと。えー、つまり会計,会計帳簿ってちなみににね本当にあの 会社にとってはもうそのお金の出入りみたいなのが言葉に書かれている帳簿ですから、まあある意味一般家庭でいうとこの家計簿みたいなもんなので、まあそういった会計帳簿という、まあ、会計に関する重要書類を見せるっていうことによって生じる抽象的な恐れというものを防止することにこの拒絶自由はあるとしていますから、そうすると、まあ現に今はそんな使うつもりがないと、つまり協業として使うつもりがないとしても、後々になって使うつもりになるかもしれないわけですよね。 使わないとは言い切れないということになりますから、そうするとこのような主観的意図がない場合であっても、当該請求を拒むことができるとされてます。まあ、これは、ま、ポイントとしては、その、この実質的な競争関係っていうの,のも、ま、判断も将来的になんかぶつかる可能性があるとかも入るんだよね。えー、将来的になんか協業になってしまうような可能性がある場合も含むし、あとはその請求する人が。 実際にその悪用する意図がないと、つまり事故の事業に利用するみたいな主観的意図がなくても、将来そういうふうになる可能性があるならば、それはやっぱり抽象的恐れありとして拒絶することができるとしているのが判例ということになりますので、ここもしっかり解きをしておきましょう。では12番、12番は、これちょっと難問でした。株主代表訴訟の提起が悪意によるものであると認められる。まあ、まあ、一般的にはなんかね、株主代表訴訟の趣旨に反して、なんか特定のね、 えー、その取締役であったりとか、まあ、会社であったりとか、その株主代表訴訟における、まあ、通常は株主代表訴訟というのはね、423条責任の追及とかで使うから、まあ、そうすると特定の取締役に対して、まあ、なんか嫌がらせ目的で行うとか、もう勝てるつもりがないのが分かってると、もう勝つ見込みがないのが分かっていながら、あえて、まあ、そういう、えー、乱用的な株主代表訴訟をするような場合が悪意って言います。 えですから、言ってみれば、勝てないことが分かってたり、株主代表訴訟の趣旨に逸脱するような、そういう乱訴提起を行ったような場合には、これは、あれでゃ裁判所は、この株主に対して、それによって生じる損害賠償請求額に該当する金額を担保出せと言えるんだよね。まあ、一般的には乱訴っていうのは、 その、勝てないで分かって訴訟を提起するとか、まあ、言ってみれば株主代表訴訟の趣旨逸脱して、まあ、言ってみれば被告への嫌がらせ目的とかで、株主代表訴訟を提起することは不法行為になりますから、そうするとこの不法行為の損害賠償請求額に相当する金額を納めろっていうふうに、そう、担保提供っていうのをえ命じることができます。これは合ってるんですよ。ただ、ここで引っか,かかっちゃいけないのは、この担保提供命令は裁判所が職権で行うことはないです。被告が、こいつ悪意なんすって言った時です。 えー、なんか私、あの、株主代表訴訟で訴えられたんですけど、原告すごい、あの、なんか嫌がらせてやってきたんで、担保提供して命じてくださいみたいな形で、基本的には職権で行うことはなく、被告の申し立てにおいて行われることになりますので、えー、こちらちょっと細かいですが、847条の4の2項で規定されてる、えー。ちょっと細かいですけれども、まあ、あとは3項で、その、 被告が署名した場合っていう条文がありますから、一応両方とも合わせて、えー、書いておきますけれども、えー、これについてはですね、あの <laughs> やっぱり株主代表訴訟の,その担保提供命令について結構聞かれるので、あのまあ、しっかりあの知識として持っているかどうかっていうところは重要かなと思います。では次に13番いきます。えー、13番、えー、会会社社法上の公開会社は <laughs> 一株につき複数個の議決権を内容とする種類株式を発行することができる。えー、すごいねそ、そんな株式はありません。えー、とちなみに、議決権制限株式ってのはありますよ。 あの特定の株式については、議決権を与えないという議決権制限株式はできるけれども、あくまで1株1議決権の原則ですから、えー、あなたの株式、まあ、例えば A 種類株式、B 種類株式に分けて、A 種類株式は3議決権ありますとか、そういうことはできません。あくまでもできるのは、議決権を制限する株式にとどまるということです、まあ。あくまでも1株1議決権ということです。で、次です。えー、14番。えー、株式譲渡について会社に対して適法に名義書き換えをしました。 で会社の過失によって名義書き換えが行われなかったときには、えー、株式の譲渡を否定することができないということで、こちらは丸です。でこれは会社の過失で名義書き換えが行われなかったときというのは、名義書き換え不当拒絶と同うしてきます、えー、名義書き換えの不当拒絶の場合にも、まあ、会社はです、ね、名義書き換えなされてないよということを、えー、主張することができなくなりますよね、審議則上ね。えー、ですからまあ同じで、結局これってのは名義書き換えの不当拒絶と同じだよと。 えー、不当拒絶と同様であると。という知識から、まあ、持ち込んでいけたかなというところです。では次です、15番、えー、判例の趣旨によれば、えー、取締役会設置会社の唯一の株主が、えー、その保有する譲渡制限株式を他に譲渡した場合には、えー、この取締役会決議による承認がないときであっても、統、え、治、ー、者間だけでなく、統、ま、治、あ、者間では譲渡は有効ですからね。えー、譲渡制限株式が であるとしても、当事者間では譲渡有効ですから、えー、問題は次です。会社との関係でも有効かって問題です。で、これはまずポイントになるのは一人株主なんですよね。<laughs> ということは譲渡制限の趣旨って何なのかって言ったら、えー、好ましくない株主にが会社の中に入ってくることを防ぐことにあるわけですよね。<laughs> まあ譲渡制限がついているっていうのは、えー、会社の閉鎖性を維持して好ましくない株主が会社に入ってくることを防止することにあるんだから、誰を保護するための規定かなんですよ。 そうすると、これは既存株主保護の規定なんですよね。えー、既存株主保護のために譲渡制限でついてる。そしたら、既存株主が全部の株式を譲渡しちゃったんでしょということは、別に害される人いないんですよ。ですから、このような一人株主自身が自分の持っている株式を譲渡した場合には、 まあこれはまあ全部を譲渡しても別に一部の譲渡でも構いません。要するに既存株主がその一人株主しかいないわけだから、その人が譲渡した以上、その残された株主っていうものは誰もいないわけですよね。まああえて一部を譲渡したんだったらその一人株主自身ってことあるかもしれないけど、少なくともその一人株主以外のものが既存株主としていないわけだから、その人がいいって言ったらそれでいいんだよね。っていうのが、えー、この <laughs> 判例の趣旨ということになります。ですので、まあ、原則としてはね、<laughs> えー、譲渡制限がついた場合には、譲渡制限のついた株式は、えーまあ、承認なくして譲渡された場合には、会社との関係では無効なんだけど、まあ、例外になるものですよね、えー。一人株主が譲渡した場合には、えーまあ、その譲渡制限の趣旨に反しないということから、えー、会社との関係でも有効になると。でそして次でです、えー、取締役会の承認を得ないで えー、譲渡株式、譲渡制限株式が譲渡された場合には、譲り受け人は取締役の承認を求めることができない。えー、これは譲り渡し人が承認を求めることもできるし、譲り受け人が承認を求めることもできます、えー。こちらも条文の中ではちょちょっと出てくるところですので、えー、137条で規定されています。まあ、言ってみれば、通常原則としては譲渡制限の場合、譲り渡そうとする人が承認を求めるのが原則です。 えー、私は譲渡しようと思うんだけどいいかしらって形で取締役会に言うのが通常なんだけれども、えーまあ、実際、事後的に、ね、譲渡を受けた人が、これ、譲渡制限株式、譲渡を受けたんだけど承認してくれないかしらっていう形で、譲り受けた側からの承認請求も137条で認められてますので、まあ、原則は譲り渡す側が承認請求するっていうのが立て付けにはなってるけどね、まあ、どちらがやっても構わないということになりますでそして次です。<laughs> 17番、ちょっと長めの文章ですけど、ちょっといきましょう、判例の趣旨によれば、株券発行会社の株式について、株式会社が定めた常用配金の配当日より前に、株券が交付されて譲渡されたけれども、基準日までに株主名簿の名義書き換えがされなかったという事案です。で、この時には、まず株主名簿上の株主である譲渡人が適法に配当金を受領することができる。これはその通りでですすよね基準日株主ですから えーまあ、実際には、例えばこの問題であれば、名義書き換えしていませんよね、えー、名義書き換えしていないということは、その名義書き換えがない以上は、会社っていうのは確定的効力がありますから、えー、株主名簿に記載されているものを株主として扱えば足りますので、そうすると、まあ、株式譲渡が仮に行われたとしても、えー、名義書き換えが未了であれば、譲、え、渡、ー、人、つまり、えー、株主名簿上の株主に対して剰余金払えばいいんですよ。ただこの後が違うよね じゃあ、譲渡人はじゃあ譲り受け人に対して不当利得義務を負わないかというと、これは不当利得になります。あの当事者間の関係と会社との関係というのをしっかり区別することがポイントになります。えー、会社との関係では 株主というのは、株主としての権利というものは、その譲渡人が未まだ名義書き換えないから受けるんだけれども、ただ、譲渡当事者間では有効ですからね、株式譲渡は。ということは、譲渡人が剰余金もらった場合には、譲り受け人との関係では不当利得になりますから、えー、不当利得返還請求の対象となるといっておくといいでしょう。では18番、えーまあ、すごく有名どころ、代表取締役の会職に関する取締役会決議については、議決に加わることはできない。えー、これはですね、あの、 特別利害関係取締役ですよね、えー、特別利害関係取締役に当たるかどうかという問題になってきますので、えー、一応今日の、ねえー、記述式のところでも、まあ、触れているところではありますけれども、まあ、特別利害関係取締役については、ね、その忠実疑問をもたらす恐れのあるような個人的利害関係を持つようなものというのは、えー、特別利害関係取締役として、えーまあ、言ってみれば 議決に加わることとはできないとされていますでこれは条文も、ねえー、不安な方は確認しておいてねみたいな感じですが369条2項、えー、369条2項の、えー、特別利害関係取締役っていうのが、まあ、議決に加われないとでこの会食の決議についてはやっぱりあの判例では有名なフレーズがありますよね、えー、会食される代表取締役は一切の指針を捨てて忠実義務を果たすことは期待できるわけではないと、まあ、いうことから一、まあ、回代表取締役になっちゃった人がね その首になるっていう場合にはやっぱりどうしても私欲っていうのが入っちゃうから、忠、え、実、ー、義務の履行が期待できないということで、特別利害関係取締役になるということで、18番、丸ということになります。では次の問題いきましょう、えー、19番になりますかね。 はい、えー、役員専任の効力は、非専任者が、えー、これは承諾を、えー、収入を承諾することによって発生するということですが、えー、これはあの、まあ、結論としては知らなくても丸だってことが言えてほしい問題で、どうしてかっていうと、えー、役員と会社の関係は委任契約です。えー、あくまでも、えー、これ330条にもあるんですけど、まあ、基本的に委任契約が結ばれてると。 ということは株主総会で選任されて受諾することによってまあ、意思の合致があって、えー、取締役になるということになりますから、えー、承諾が必要ですでは次の20番、えー、判例によれば、えー、会社から見て好ましくない株主が議決権を行使することを回避する目的で、えー、事故の計算において、えー 第三者に対してその株主から株式を譲り受けるための対価を供与した行為は、えー、株主の権利の行使に関する利益共有に該当するというのが一応、僕ら判例では丸になります。まあ、これ、いわゆるジャノメミシンの事件ですね、ジャノメミシン事件の中で、えーまあ、実際にその他の株主から株式を譲り受けるための資金を、まあ、従業員に返して提供するという行為ですよね。 えー、従業員を介して、まあ、ここにもあるとおりですけれども、まあ、会社から見て好ましくない株主っていうのが議決権を行使するということを避けるために、その株主から、えー、その従業員を介して、その好ましくない株主からこの株式を譲り受けると。 まあそういうふうな資金を従業員に提供する行為というのは、まあこれは利益供与に当たるんだっていうのが判例になりますので、まあ、こちらは記述式でもちょっと重複する問題があったと思いますけれども、えー、しっかり確認しておいてください。では次です。えー、21番、これ間違えた人は本当に要注意。えー、特別利害関係取締役は議決に加われません。取締役会で。ただ今回は特別利害関係株主なので、議決権は行使できますからね。 じゃあ何が問題になるかというと、議決権を行使したことによって、著しく不当決議があった場合に取り消し自由になるだけね。831条1項3号、えー。つまりここは、えー、議決権を行使することができないというのが間違いということになります。えー、一応、831条1項3号を参照ということになりますが、えー、もう一度あの対比的に理解してほしいのが、取締役 の場合で、ね、特別利害関係取締役は369条2項で議決に加われないんですよ。ですが、えー、特別利害関係株主の場合には、えーまあ、ここにもあるとおり、えー、議決権を行使することができないのではなくて、えー、議決権は行使できるんだけれども、えー、その議決権行使による著しく不当決議だと評価された場合には、取り消し原因になるというところは押さえておきましょう。でではは次です、えー、22番、えー、取締役は えー、株主から特定事項について説明を求められた場合でも、はい、目的で関係ないものは説明することを要しないということですね。はいえー、これはその通りということになります。えー、314条の正し書きにあります。こちらもですね、えー、記述式の問題でちょっと触れてた内容で、えー、取締役会における株主総会における取締役等の説明義務は、特定の事項について株主から質問を求められた場合に発生すると。 ということになりますけれどもただ、何にでも答える必要があるわけではなくて、314条の正し書きに書かれているような、目的事項に関係しないものとかね、繰り返し同じようなことを聞くとか、まあ、そういう場合には説明義務は生じないとされていますから、まあ、今回のように株主総会の目的事項と関係ないものは説明は不要ということになります。 では23番、えー、取締役が任務を怠った場合における、えー、会社に対する損害賠償責任、まあ、これはいわゆる423条の任務桁退責任ということになりますかね。でこの場合には、えー、総株主が同意すれば OK ということで、これは丸でで、別に株主総会決議減らなくていいですからね、えー、これは条文上、424条で総株主の同意、まあ、これは厳密な反対解釈ということになるんだけれども、総株主が同意すれば、えー、この423条責任は全免除できます。 すべて,ての株主がいいっつってんだからいいじゃんって発想なんですよね。えー、ということになりますから、424条で、えー、全部免除ができますが、別に株主総会の決議を経ることってのは求められてませんので、総、えー、株主が同意すればいいっちいう話になります。では次に24番。えー、判例の趣旨によれば、えー、株主総会決議の日から3ヶ月以内に、えー、株主総会決議取り消しの訴えを提起した場合には、当該期間経過後でも新たな取り消しを追加主張することができる。でこれは間違いです。 あの新たな取り消し自由の追加主張はできませんねどうしてかというと、出訴期間の趣旨というのは、株主総会決議から3ヶ月以内に当該、下司を主張することによって、法律関係の早期安定を求めることにあるわけだから、仮に例えば株主総会取り消し決議を3ヶ月以内に提起して、取り消し自由 A というのを主張していると。 で取消自由 A を主張して3ヶ月以内に提起してで、その3ヶ月過ぎた後に後付けで取り消し自由 B っていうのを主張することは、出租期間の趣旨に反しますからね、えー、これはできないとされていますので、まあ、これは新たな取り消し自由の追加主張については、やっぱりその大元の株主総会決議取り消しの訴えが3ヶ月以内に提起されていたとしても、当該自由が3ヶ月前に主張されていない以上は、831条の趣旨に反すると、まあ、いうことでダメということですね。 で次です。えー、25番、えー、こちらも、えーまあ、理由をねちょっとあの記述のところで聞いてましたけど、えー、株主は事故に対する株主総会の招集手継に瑕疵がなくても、他の株主の招集手継に瑕疵があれば、えー、取り消しの訴えを提起することができます。これは決議の構成が害されたということを理由にできるというのが判例です。つまり、 あくまでも株主総会決議取り消しの訴えというのは、まあ、言ってみれば、まあ、自分の株主としての権利を守るということもあるんだけれども、その決議の構成みたいなね、まあ、協議権的な部分もあるわけですよ。えー、決議の構成が害されたということを理由とした主張というのも当然認められるべきとされていて、そうすると他の株主、まあ、言ってみれば典型的な例は、他の株主に招集通知届いてないよっていうね。 えー、そういう場合に、その自分自身は帳中つい届いてるけど、他の株主が届いてないということを理由に取り消し訴訟を提起することはできるということになります。では次です。はい、二十六番、ちょっとマイナーな、えー、判例だったかもしれませんが、任期満了で取締役をやめました。 辞めたんだけれども取締役の数が欠くからなお取締役としての権利義務を有するものこれいわゆる権利義務取締役ってやつですあの取締役を退任したんだけれどもあの要するに例えば取締役の員数が3人以上とかになっていてでそれで、えー、私が辞めちゃうと取締役が3人切っちゃうと。 まあそういう状態の場合には、次の人が決まるまでは、取締役の権利義務を引き継ぐんですよね、その人が。で、これを権利義務取締役というふうに呼んでいます。で、この権利義務取締役っていうのはもちろんあるんだけど、えー、訴えを持って解任請求することができないということですが、えー、もちろんということになります。だってもう取締役でなくなってますから。あの退任したけれども、取締役の権利義務を引き継ぎという形で持ってるだけですから。まあ、要するに辞めちゃったら、 取締役の法廷の椅数変えちゃうから、退任したんだけれども、次の人が選任されるまでは権利義務を引き続き有しているだけですから、取締役としての地位は失われてますからね。えー、ということになりますので、えー、判例は、えー、結論としては、えー罰というあ、丸ということになります。えー、解任請求できないというのが判例です。比較的近似の判例ではありますので、あのここもぜひ押さえておいてください。で次に、はい、裁判所は株主総会の決議が 決議方法の法令違反ってことこですね、えー、株主総会の決議方法が法が令違反であったとしても違反事実が重大でなく決議に影響を及ぼさないというものと認めるときには、えー、裁量規格ができるということでこれは831条2項そのままですよね、えー。ここはもうしっかりと裁量規格、まあ、どういう場合に裁量規格できるかという要件をちゃんと見て確認できるようにしておく必要があるところです。まあ、よくくあのが論文ななんかででは、ね、この違反事実が重大でなく 決議に影響を及ぼさないことが認められるときっていうね、えー、このあたりの要件を、まあ、具体的に認定するなんていうのはよく出てきますけれども、まあ、このように、えー、違反事実が重大でないこと、決議に影響を及ぼさないことっていうのを、まあ、要件として裁量規格ができますで。なお裁量規格ができるものについては831条2項にあって、招集手続きまたは決議方法の法令定会派に限られるからね。831条もう一回、831条2項を確認しいてね。えー 招集手続きまたは決議方法。招集手続きまたは決議方法の法令または定款違反ってことになりますから、あの、それ以外の場合ね、例えば、招集手続きや決議方法の著しい不公正とか、これはありましたよね、決議、えー、招集の手続きとか決議方法が著しく不公正な場合とか、決議内容の定款違反とか、特別利害関係云々の話ね、そういう場合には裁量企画できないからね。 裁量規格ができるのは831条2項に掲げられている、えー、決議方法、それから条文の順番でいうと裁量規格が認められているのは招集手続きまたは決議方法の法令的違反に限られるのでだからそうするとしれっと、ね、これ担当対策でいうとこのあたりもなんとなく見ておいた方がいいよということです。 えー、ここの部分がなんか違うこと書いてあったりするので、招、まあ、集手続き、または決議方法の法令、または定款違反ということになりますから、まあ、今回、裁量規格の要件は全部これ、通ってるなということをちゃんと自信持って丸つけたいとになります。で次に、えー、28番、えー、取締役が事故のために会社とした取引によって、えー、会社に損害が生じたとき、つまりこれはあの事故のための直接取引ですよね。ということは400、400、失礼しました、えー、356条1 2号の、えー、事故のための直接取引ということになりますで。事故のための直接取引は、えー、これはいいですね、任務け体責任に関しては2つありました、えー。これも記述で出したところですけどまず無過失責任になりますよねで。無過失責任になるし、あともう1つは、えー、総株主の同意による全部免除以外の一部免除はできませんよね。えー、一部免除って規定は適用されないというのがありますから、まあ、今回はまさにこの事故のための直接取引ですよね。 えー、事故のための直接取引に当たりますから、そうすると、まあ、428条の規定が適用されます。そうすると、まあ、きあの言ってみれば、無加疾責任を負うことになりますから、ここに書いてある通り、えー、取締役に奇跡性がないということであったとしても、任務形態を免れることはできないということになります。したがって、今件では丸ということになってきます。これは428条1項で規定されてますので、えー、もう一度確認しておくといいと思います。 では次に29番。29番はもう条文知識です。役員解任の訴えについては、このように会社と取締役の両方を訴えなければならないということが定められています。これは855条にありますから、役員解任の訴えの被告というのは会社とその解任対象者ということになりますので、そこから確認していきましょう。では次30番。判例によれば、 株主総会決議ですね、30番ね、株主総会決議に基づいて、取締役の報酬が具体的に定められた場合でも、株主総会が無報酬とする決議をしたときは、その取締役は同意しなくても報酬請求することができなくなる、これはありえないね、判例上ねあの。あくまでも報酬額というものは、株主総会決議によって具体的な委任内容になってます。ですから、その委任内容を変更するってことになれば、同意がいるからね。 要するに一方的に会社の側が切り下げるということは、まあ、例外はあるけど、原則的にはできません。えーいいでねまあ、このように、特にこれ、無報酬という決議をいきなり株主総会でしたとしても、あくまでも報酬額の内容というのは委任契約の内容ですから、その内容を変えるということであれば、それは新たに同意をする、合意を結ぶことは必要になりますから、まあ、この問題でいうと、これだよね、取締役が合意しなくてもというのは、これ、おかしいわけですよね。取締役の合意がなければ原則として えー、こういうい無報酬への引きき下げははでででません、はい、では次です、えー、31番、えー、判例の指示によれば、えー、退任取締役が株主総会の決議を経て、えー、株式会社の内規に従い、具体的な退職慰労金年金です、ね、退職慰労年金債券を取得した場合には、その後、えー、取締役会の決議によって内規が廃止されたときであっても、 退任取締役相互の公平を図るための集団的、閣議的な制度が制度上要請されている理由のみから、当該内規の廃止の効力をすでに退任した取締役に及ぼし、その同意なく未支給の退職慰労年金再給を失わせることができない。えー、これももし忘れている方は確認、重要判例ね、これもね。えー、こちら、丸ですよね。あの30番と同じです。つまり退職慰労金というのは一方的に引き下げができないというのは30番でやりましたよね。これは退職慰労金を 長期間にわたって払うような、退職医療年金という形を取っていても同じです。えー、退職医療年金という形で具体的な支給券が発生している以上は、その後に年金制度をやめますみたいなことを一方的に会社の側が潰すことはできないわけですよね。えー、これは30番とセットの問題。えー、つまり一般的な、えー、退職あ、ごめんなさい、そうですね、一般的な報酬の場合、まあ、今回だったらこれ、30番はこれ、報酬の話だけれども、別に退職医療金も報酬等に入るからね。 えー、なので、この30番は、まあ、一般的な取締役の報酬について、えー、一方的に切り下げることができないとしたわけですよね。で退職・慰労金も職務執行の対価としての性質を持ってますから、報酬規制に当たります、でそしてその退職・慰労金というのは、一括払いでも年金払いでも、基本的には退職・慰労金なんだから、一方的には切り下げられないよっていう知識をちゃんと持っていれば、えー、31番はいけたということになります。では32番 <coughs> 会社が大統領以外の取締役に会社の代表する権限を有するものと認められる名称を付し、あ、表権大統領やねって感じだよね、うんえー、表権大統領で、そしてその名称を使用して取引をした場合であっても、取締役が会社を代表する権限を有しないことを知らないことにつき、その取引の相手方に重過失があるときは、会社は取引について責任を負わないということで、こちらはあの、表権大統領の条文解釈、善意無重過失が要件になりますよね。 えー、表権大取りの要件については、えー、354条について、まあ、ちょっと条文見ると、354条では、まあ、会社法、よくあるパターンですよね。 えー、あの悪意は重過失を同士できるんです、まあ、言ってみれば、会社取引っていうのは結局、プロのやり取りですから、あの一般的に知ってる、知らないっていう善意、悪意っていうふうにね、えー、条文上記載されていても、会社取引においては重過失あるものっていうのは、悪意と同士できるというような判例上の扱いをするも規定それなりにあるんですよね。で、この表現代表取締役はまさにその中の一つということになりますので、えー、一応、354条ですけれども、まあ、悪意っていうのはあない、重過失は悪意に含まれるっていうのが判例。 まあこの辺は詳しくはまた、ね、回答冊子がしっかりついているので、そこでちょっと間違えた問題は、えー、確認しておくといいです。重、ま、過、あ、室は悪意と同士できますか、まあ、そうすると結局、重過 <coughs> 室あるものに対しては、えー、有志者の表権代理規定は適用されないということになりますから、まあ、会社は責任を負いませんということになります。 では33番、取締役会においては、目的事項以外にも決議できる、これは株主総会と違って、まさにその通りですよね。取締役会っていうのは、株主総会とは異なって、取締役間の密な連携が予定されています、そして会社の業務執行全般に関して、関与することが取締役会においては期待されています、各取締役に。したがって、目的外事項、まあ、これ一般的に非常停事項なんて言われることがありますよね。非常定事項なんてていいうものについてはやっぱり 別に決議すするることできるんできんよねで現にこれはあの株主総会の招集通知の場合にはあの目的事項つまり議題というものが示されるんだけれどもあの取締役会の招集通知には議題というのは示す必要ないですからね、まあ、こちらは解説にもつけてると思うんだけれどもあのそこにも現れてますあの株主総会の場合には言ってみれば株主っていうのは所有と経営分離されていて株主自身が経営に関与することっていうのは基本的には株主総会の場面っていうのがやっぱメインになるからそれ以外ではやっぱり分からないと。 だから株主総会の招集通知には目的事項として議題を書くんだけれども、取締役会においては招集通知ではいらないというのはそういう趣旨です。まあ、日頃から会社の経営に関与してるんだから、どんなことでも柔軟に対応すべきというところから何でも決議できます。ではい、じゃあ34番、えー、取締役を退任したにもかかわらず、その旨の登記がされていない場合、つまり退任,未了あい退任したんだけれども、退任登記未了の取締役については、過失によって、 退任登記がされていなかったあ、されていないことを知らなかったため、これを放置しているときであっても、善意の第三者に対し、事故が取締役でないことを対抗することができない。えっ、ー、と、これは、あの、記述問題でも出てる話だ、出したので、しっかり押さえてほしいのは、まあ、いわゆる429条の類推適用の話です。で、一般的に言われているのは、登記上の取締役、実際には選任されてない、 専任決議は経てないんだけれども、登記上取締役として登記されている人というのは、これは明治または目次でも、要するに承諾を与えている場合には429条の累推適用で、えー、自分が取締役じゃないということは言えなくなるんですよね。あ、ごめんなさい、908条の2項だね、908条2項の累推適用です、ごめんなさい。えー、もう一度確認すると例えば 選、えー、任決議を経てないんだけれども、登記上取締役になってるっていう人は、もしこれを、その登記上の取締役っていう形の外観作質に対して、まあ、明示または目次の承諾を与えるという奇跡性がある場合には、908条2項の累推適用によって、まず、あ、らが取締役でない、つまり、不実登記であるってことを対抗することができない結果、429条の責任を負うっていうのがありました。ででこれと似てるのが要は 登記上の取締役みたいに、専任登記なくして、登記だけ、ね、あの名前が載ってるっていうケースとは違って、退任したんだけれども、退任登記がまだ終わってないっていうケースで、このようなケースだったら、退任取締役っていうのは、そこまで奇跡性、大きくないんですよ。 その要するに退任したんだけれども、退任したっていう登記がまだされてないって状態だったら、その退任取締役の軌跡性って類型的に大きくないから、判例上なんて言ってるかっていうと、明示の承諾を与えていたのの特段の事情は必要としている。ということは、このような34番のような足のように、ただ過失によって知らなかったっていう場合には、明示的な承諾を与えていたというふうな、判例上の、まあ、言ってみればレベルには達していませんので、 えこの場合には、事故が取締役であることを対抗することが可能です。まあ、ポイントはやっぱりね、えー、退任登記未了取締役 <laughs> です。えー、つまり、一般的なその登記上の取締役とは違うということですね。えー、そこはちょっと意識しておくという問題でした。で <laughs> では35番代、えー、代表表取取締締役役が会会社ををして取締役会の決議を経ないで 会社の重要な財産である E に対する金銭債権を譲渡した場合、つまりこれは重要な財産の処分ということになりますから、えー、取締役会決議が本来必要なんだけれども、えー、でその場合、どういうふうに処理されるか、相手方がいる内部的な先端的行為ですよねあ、代表取締役の先端的行為です。つまり代表取締役が内部的意思決定、つまり本来だったら362条で、362条4項で、 え重要な財産の処分については取締役会決議がいるのに、それを取締役会決議を経ずに、言ってみれば勝手なことをしたわけでしょ。ということは、これ、判例はどう考えているかっていうと、内部的意思決定を書いているにもかかわらず、そういう行為を行ったっていうのは、心理留保同様と考えてますよね。えー、心理留保同様と考えてますから、要は取締役会決議がないっていうことは、内部的意思決定を書いている状態で、えー、行為を行ったってことになるから、まあ、言ってみれば売るつもりもないのに売りますってやってるのと同じなんですよ。 えー、売るつもりもないにもかかわらず売りますと言っているのと同じなので、えー、内部的意思決定を書いた代表取締役の先端的行為で、まあ、相手方がいるものですよね、こういう重要な財産の処分譲り受けとか多額の借財とか、まあ、そういった、えー、相手方がいる、まあ、言い換えればね、えー、相手方とのまあ1対1の関係になるような取引行為で、えー、それで内部的意思決定を書いている場合には心理留保という考え方を取るから民法93条1項です。 えどういうことかって原則有効なんです。で、相手が悪意有価質だった場合には無効というふうに考えていきますから、まあ、そうすると、相手方が悪意有価質ということになっていますよね、今回ね。えー、相手方が悪意有価質ということになりますので、まあ、原則としては、これ、やっぱりあ、ごめんなさい。えー、ごめん、えー、っと、待って待って。 あすみません、ごめんなさい、今、今、今違いで、だから、無効って言いたくなるのはここまででね。無効って言えそうですよね。ただ、ここでちょっと引っ掛け問題が、これって誰のための規定なのかっていうと、あの基本的には、この無効主張することができるのは会社のみとされてます。なので、基本的にはほぼ合ってるんですよ、これ。あの言ってみれば、代表取締役の先断的行為で,で、内部的意思決定書いてるような、ね、相手方のいるものだから、原則有効で相手方が悪意だったら、無効だよっていう話なんですよ。 だから、まあ、無効だってことで、OK っていきたくなるんだけれども、これは、あの、相対的無効説も同じ考え方とってます。あの、承認なき利益相反取引なんてありましたでしょ。えー、承認、承認なき利益相反取引における相対的無効説と同じで、この手のものっていうのは、やっぱりこの無効主張するのは会社の利益のためなんですよ。なので、えー、これ判例上、無効主張権者は会社に限られます。あの、心理流行説は全部合ってんですよね。えー、心理流行説に立って相手方が悪意だから無効ってことは合ってんだけれども、 無効主張権者は会社に限られます。まあ、原則として会社に限られると。まあ、ちょっと細かいところについては、解説冊子の方にありますので、解説冊子の方でちょっで確認しておくといいかなと。は、まあ、原則としてですね、会社に限られます。 ちなみにね、例外的に第三者が無効主張できるのは、会社が無効主張することを取締役会で既に決議している場合とかね。まあそういう場合です。えー、つまりその、無効主張する会社が、 もうすでに取締役会の決議で、この無効主張をするんだということが、もうすでに決議されているように、無効主張する意思が会社にとって明らかであるような場合には、第三者もできるっていうふうにはしてるんですよね。ですが、まあ、そのような事情がない限りは、会社以外のもの、会社以外のものが無効主張することっていうのはできないとされています。ですから、これはこのような心理理法説が適用さ心理理法説で相手方が悪意誘拐った場合もそうだし、あとはもう一つは、 承認各利益相反取引において、承認各利益相反取引において、<laughs> 相,いてまあ、相手方の悪意が立証できる場合、なんていう場合も同じで、無効主張できるのは原則として会社っていう、ね。これは会社保護の規定っていうね、会社保護の趣旨なんだっていうね、えー、そういうところから、まあ、見ていくことになります。では次です。えー、会社がその計算において、<laughs> 株主の権利行使に関して財産上の利益供与をした場合、えー、関与した取締役は、 えー、自ら財産上の利益供与をした場合を除いて、えーまあ、いわゆる中間責任になるってやつですね、えー、注意を怠らなかったことを証明することができれば、免れるよということになりますから、これは条文そのままということになります、120条4項にありますので、えー、もし忘れてれば、ここはしっかりと引いておきたい <laughs> という問題になります。では次37番 はい、監査役は正当な理由がなくとも、えー取締役あ、株主総会決議によって解任することができる、えー、これ、監査役だろうが、取締役だろうが、役員は正当な理由なんかいりませんから、えー、解任するにあたっては、<coughs> 339条1項で、えー、解任することができます、でちなみにこれ、知識面の確認ですけど、339条2項であの、正当な理由がなく解任した場合には、損害賠償の対象になるだけです。 つまり解任すること自体は株主総会の決議によって問題なく解任することはできますので、ここはまあ確認しといてね、もう要するに委任契約はいつでも解除することができるわけでしょう。 いいよね。委任契約って、まあ、民法の規定ですよ。委任契約はいつでも解除できるんだから、えー、株主総会の決議によって、えー、それは監査役であろうが、えーまあ、正当な理由がなくとも,もう解任することは可能です。あくまでも正当な理由がなかったということは、損害賠償の対象となるかどうかの問題に過ぎませんので、えー、回答丸ということになりますで。ちなみにこれ、今回の問題では聞かなかったけど、監査役の解任に関してだけ特別決議です。ですね、あの通常の監査役以外は、 あのいわゆる341条の下方公直,、ね、のの直性なる普通決議なんですが、えー、監査役については身分保障が求められてますから、えー、監査役の解任についてとあともう1つは覚えていればいいんだけどあの累積投票で選ばれた取締役。 え監査役と累積投票で選ばれた取締役については解任は特別決議になっていますが、まあ、今回の問題はそこまでは聞いてません。えー、ですが、一応、監査役の解任は特別決議だよねみたいなところは、ね、もう一度 <laughs> 見ておいてください。はい次、えー、38番、監査役の職務、えー、これについてはまあ条文そのままなので確認しておくといいかな、382条。<laughs> まあ会社法上の公開会社だからね、ね、まあ、そもそも取締役会が設置されていますから。 会社法上の公開会社である以上取締役会はあるはずなので、このように不正行為を恐れがあると取締りがそういうことをする恐れがあるときには取締役会の報告義務があります。うん、はい、三十九番この辺論文対策です。通知広告を書いたことは無効原因に原則なります。ただこれも。うん 論文対策でちゃんとやっておくと、えーまあ、なぜ無効原因になるかというと、えー募集株主あい、募集事項の株主に対する通知広告をして書くということは、少なくともこれ、取締役公開会社における非有利発行だから、えーまあ、言ってみればこの通知広告を書いた場合、差し止めの機会を一方的に株主から奪うことになるんだよね。えー、本来だったら例えば <coughs> 非公開会社であったりとか、公開会社における有利発行だったら、株主総会特別決議開くので、株主がその新株発行の内容を知る機会があるから、差し止めっていうものは確保できてるんだよ。だけれども、その、公開会社かつ非有利発行の場合には、株主総会の特別決議なく、取締役会決議のみで新株発行します。で、この時には通知広告が義務付けられてるんだけど、この通知広告をしなかったってことになると、言ってみれば株主が どんな新株発行するのかということについて全く知る余地がない、まあ、言い換えれば、いつの間にやらね、差し止めの機会がないまま、えー、新株発行がされてしまうということになるので、そうすると株主の差し止め機会を一方的に奪うものとして、無効原因、重大な価値になるとされていますで。ただこれ、判例続きあるよね。原則として無効原因になるけれども、これ以外に差し止め自由がないんだったら、差し止めの機会が奪われたという趣旨が妥当しないでしょう。う、えー、つまり、これ以外にその差し止め自由に当たるような価値が認められない。 言い換えれば、その仮に差し止めを提起してもね、仮に差し止め請求したとしても、差し止めが認められないような場合、そのような場合には無効原因にはならないというところまで言ってますからね、まあ、だから原則無効原因なんですよ。通知広告を書いたときは原則無効原因になるけれども、ただし、この通知広告を書いた以外に、その言ってみれば、株主新株発行に瑕疵がなくて、差し止め原因が他にないということであれば、それは例外的に有効になると、無効原因にはならないというところまで押さえておきましょう。<laughs> で次です。会社の資本金減少は債権者意義ができる。まあ、これはね、考えていく問題。資本金が減るってことは、会社にとって、債権者にとってはものすごくマイナスですよね、えー。引き当てとなる財産がなくなりますから。いいですね。えー、会社債権者からすれば、資本金が減少するってことは、引き当てとなる財産が減ることになりますから、債、え、権、ー、者意義手続きは当然に予定されています。ということで,もある <laughs> で、次、41番。えー、体制交に関する問題ですけれども、担当慣れというかね、あのしっかりと。 あの丁寧に読むことね、棄却判決だから、大成功ないよ、大成功があるのは、任用判決のみだからね、えいいですね、838条で、まあ、いわゆる大成功の条文はあるんだけれども、棄却判決ではなくて、には大成功及びませんので、えまあ、条文確認しておいてください、組織に関する訴えの任用する確定判決に大成功がありますから、棄却は引っ掛け。 はい、ここからはもう手形です。えー、なので、えー、やってた人はやっていたって感じでね、えー、去っていきましょう。では、手形金額を100万円とされた手形が振り出された後に、手形金額が200万円に変造されて、裏書きされました。はいえー、振り出しに及よぶ裏書き人は、100万円の限度で手形上の債務を負う、はい。裏書き人は200万円の手形に署名してますよね。えー、裏書き人は200万円の手形に署名していますから、えーまあ、言ってみれば条文確認すると、69条。 <laughs> まあ、厳密に言って約束手形から77条が順用するんだけれども、えー、手形法の77条が順用する69条、えー、手形の,あの <laughs> 変造に関する問題です、えー、要するに手形の変造については変造前の署名者は現文言に従って責任を負うんだけども変造後の署名者は変造後の文言に従って責任を負いますから変造された後裏書きをしてますよね ということは、返造された後に裏書きをしたってことは、裏書きには200万円の債務負担をするということになりますので、えーまあ、100万円の限度は間違い。で次に43番、えー、手形金額で2つの金額を書いた場合、その金額は無効となるということですが、これ、6条で規定があります、えー。金額が違うことが書かれている、まあ、77条2項と順用する6条ということになります。でこれも一応確認するとですね、<laughs> あの 数字と数字は関数字が優先になるんでね。関数字と数字の場合には関数字の方がいわゆる偽造の可能性が低いってことですね。数字の場合にはね、0ロ付け足すとかね、1を4に変えるとか平気できちゃうんで、関数字と数字の場合だったら関数字の方が信用性が高い、偽造の可能性も低いし、手形を署名する人からしても慎重に書くので、言ってみれば、 関数字の方を優先するしじゃあどっちも関数字、どっちも数字の場合には、えー、手形法6条2項で、えー、小さい方の金額とされます。えー、ですから、どちらにせよ無効となる余地はないです。えー、まいわゆる文字と数字が混在しちゃったんだら文字になるし、えー、ま文字と文字、数字と数字だったら小さい金額になりますので、これは無効手形にならない。<laughs> でそして次。 44番、無権利者から裏書きの連続手形を取得した者が、その取得時に相手方の無権利につき、善意重過失ない場合であれば、全員取得できる、そうですね、全員取得の基準時は取得時ですから、後になって悪意になったとしても、それは問題ありません、全員取得した当時に、善意無重過失であれば、全員取得は可能ということになりますから、一応判例上、認められてるし、手形法の全員取得というですから、16条2項ね。 手形法の16条2項で、えー、認められることになりますでは次です、45番、えー。判例の趣旨によれば、A が B に対して振り出して約束手形について、まあ、これ、しっかりあの忘れてる人はねあの、いわゆる二重無権の答弁です。えー、AB 間と BC 間でこう裏書き上あの手形の振り出しと裏書き状態がなされる、つまり A から B、B から C という手形が譲渡されていて、そして AB 間の原因関係も、BC 間の原因関係もともに消滅した場合には、<coughs> C は A に対して手形金請求できませんからね。えどうしてかっていうと、まあ、これは念のためあの確認ですけれども、要するに BC 間の権利関係がもうなくなっている以上は、C っていうのは、もう手形金請求する自主的に失ってんのよ。いいですね、BC 間の裏書きの原因関係がもうないわけだから、B に手形返さなきゃいけないだけの話なんですよ。とすると、A に対して手形金請求をするような自主的根拠がないから、 えーこれは C が A に対して手形金請求することは権利乱用として許されないというのがえこの二重無権の公弁の判例の立場ということになりますからそうするとこのようにいわゆるえ害することをして手形を取得した場合でなければ手形金を拒むことができないということはないです。もう無条件で手形金拒めます。いいいですね、まあ、いわゆるこれ忘れてる方は二重無権の公弁ってやつ。あのちなみに後者の公弁ってのもあったよね。 AB 間の原因関係は残ってるけれども、BC 間の原因関係だけなくなってるっていう、まあ、校舎の公弁っていう場合も同じです。結論としては、結局は BC 間の原因関係がなくなってる場合に、C が A に対して手形金請求することは認めないっていうことになります。で、まあ、二重無権の公弁の場合には、それは権利乱用として許さないっていうことになるよね。で、えー、とちなみに、あの、校舎の公弁、後で復習してるとね、校舎の公弁は、AB 間の原因関係が残ってるから、B に対する人的公弁を C に主張できるっていう法律構成と。 B に対する人的公弁を C に対しても主張できる。まあ、これはどうしてかというと、そのような場合には C っていうのは要するに手形金を請求する自主的理由がないから、その手形金を請求するような固有の経済的利益を持ってないから、 17条本文の所持人には当たらないとして、えー、そのいわゆる人的公弁の切断がないとして、A, B A の B に対する手形公弁を、えー、C に対しても、えー、人的公弁主張できるという話で法律構成するんだけど、まあ、どちらにせよ、結局これ、も BC 間での原因関係がなくなってて、でなくなったにもかかわらず C が A に対して手形金請求をすることは認めるべきではないっていうね。えーまあそれの あの結論があって、そこの法律構成をどういうふうに考えるかで、まあ、それぞれ異なっているというのがありましたので、あ忘れてる、なんだっけという人はここは見ておくといいかもしれないです。では次です。あ46番、えー。判例の指示によれば、A が B に対して振り出した手形が白地手形。で、白地補充がないまま裏書き上とした。で、そして C が AB 間であらかじめされた、えー、白地補充に関する合意と異なる補充をしたときであっても、C が善意かつ無重過失であるならば、 A はその白地の補充に関する合意をもって、えー、合意に反することをもって C に対抗することができない。ということで、まあ、こちらも丸になります。<laughs> でこれはあの手形法10条の適用範囲の問題。<laughs> ごめんなさいで。ちなみに手形法10条っていうのは本来どういうものかっていうと白地手形をもうまず合意に反する補充をした後に裏書き譲渡したっていうのが本来の手形法10条なんですよね。 えー、例えば100万円までの白地補充券が与えられてたんだけれども、受け取り人が勝手に300万とか書いて譲渡しちゃったと、でその時には、それを裏書きを受けた人っていうのは、その白地補充が不当に補充されたことで、税無重可しだったら300万請求できるっちいう話です。まあ、いわゆる、白地手形を出したものっていうのは、やっぱりそこの奇跡性があるのよ、そのリスクっていう意味では。 だから、100万円までの知らず補充券しか与えてないんだけれども、受け取り人がそれと反する300万って手形を作っちゃって、それが手形として流通しちゃったら、全員無重化したものに対しては、手形上の責任は振り出しに負うよっていうのが本来の重所なの。だけど、このような場合も結局同じでしょ ?100 万円までの補充券があるよって状態で与えていて、補充前に、 例えば、ね、A さんが B さんに100万円の補充権があるという形で補充権を与えて、B さんが C さんに、この白地手形は300万までの補充権があるよって言って、裏書き上としたと。で、C さんが300万って書いた場合、結局同じでしょ、状況。なので、結局あの、譲渡 <coughs> 前であろうが、譲渡後であろうが、白地補充がね、譲、え、渡、ー、前であろうが、譲渡後であろうが、手形法充条の守備範囲になっていると、適用範囲になっているということは、判例上認めているところですから、えー、その点を確認しておく問題ということです。 まあ、手形やってる頃ならね、そんなあったんだけど、しばらく空いてるとね。えー、そんなのありましたねぐらいのね。えー、結構遠い、なんかね、話になっちゃうので、もう一回ね、戻しておきましょう。じゃあ、次、四十七番いきましょう <coughs>。はい、ここから証拠違法です。証証拠、総則と証拠違。えー、証拠使用の許諾を受けた者が。交通事故、その他の事実行為たる不法行為に起因して。えー、負担するにた損害賠償については。えー、内成田しの責任は入らない、えー。これはその通り。もう条文上。 交通事故その他の事実行為というのは、えー、いわゆる取引によって生じた債務には含まれないということになりますから、内田 <coughs>、えー、が臣の責任は負いません <coughs>。ということでいいと思います。あくまでも商法14条ね えー、商法14条というのは、まあ、いわゆるないたがしの責任を規定したものだけれどもあの、あくまでもこれって取引債務に限定してますよね、取引によって生じた債務になりますから、この、ね、交通事故のような事実行為には適,適用はないということになります。では48番、えー、これはあの称号俗用責任の復習です。商、えー、号俗用においては、<laughs> 原則としてはね、事業譲渡や営業譲渡と,とともに称号俗用が、んそうだね。 えー、営業譲渡とか事業譲渡と,と一緒に、称号属用があった場合に、称号属用責任を譲る受け人は負うわけですよね。ですけど、<laughs> 称号が属用されてなくても、事業名称、まあ、ゴルフクラブの、これ、ゴルフカントリークラブの名前みたいな、事業名称が属用された場合でも、これは類推適用の余地があると、えー、していますよね。えー、ですから、えー、称号属用責任については、このように <laughs>、えー、ゴルフ場の事業が譲渡され、 譲渡、えー、人が用いていたゴルフクラブの名称を譲り受け人が引き継ぎ使用しているときには、えー、この称号俗用がなかったとしても、<laughs> まあ言ってみればね、えー、第三者の信頼が発生するということから、えー、商法17条1項、つまり称号俗用責任の累推適用を認めてますので、<laughs> 適用を認めてますから。<laughs> え譲り受け人が弁済する責任を負わないということは、まあ、これはまあ間違いと、まあ、いうことになります。では、49番え。判例によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで、これをしたときにあおいて、相手方において、えー、この代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、えー、念のためこれを忘れないように、商、えー、法504条の話ね、えー、本来、懸命なしでもいいんだよね。 性、えー、行為については、懸命なくても本人に効果規則するんだけれども、相手方が知らなかったとき、これは判例上、全員無過失とされてるんだけどね、判例上ね。えー、つまり、相手方が、えー、代理人が本人のためにすることを知らなかった場合にはどうなるかっていうと、判例の立場、本人と代理人、どちらか好きな方を相手方に選べるんです。選択的併存説ってやつです。えー、つまり、本来だったら、えーまあ、懸命なくして、 あの要するに代理行為というのは懸命なくても本人に効果帰属するんだけど、相手方が代理行為であることを知らなかった場合には、本人に効果帰属させるわけにもいかないというのがあるので、その時には5 4条をだし書きで、の,の規定が適用される。で、その場合、判例の解釈としては、その時には本人と相手方、どちらの契約を選択することもできるとされてますので、本人に対して履行請求することができないというのが間違い。これはまあこの商行為法の中で論文で結構問われるとこね。 えーえー、504条本文と正し書きの関係というのは、まあ、いわゆる選択的平で説を取ってますよということになりますので、判、まあ、例の立場を見ていってください。そして最後に、えー、50番、利益を得て譲渡する意思を持って、動産を優勝する、取得する行為、つまりいわゆる転売ですわ。 えー、利益を得る目的で、まあ、転売目的で動産を得る行為は、これは絶対的商行為だからね、商、えー、人が行う限りではなくて、誰が行っても商行為になる類型、えー、これは501条に規定されています、えー。誰であったとしても、これは商人が行う場合に限りというのが、まあ、間違いと。1号です。えー、絶対的証行為になりますから、まあ、誰であっても なりますということになります。ということで、ここまでのところがまあ担当ということになりますけど今一般知識としてしっかりとあの入門段階で十分ね、ポイントというかね、あの確認できるところだと思いますので、えー、抜けてるところ、もう一度え確認しておいてください。では、ここからは記述式に関する問題の解説をさっとしていきます。えー、基本的にはね重複するところもありますし、抜けてる、まあ、回答するときに必ず書かなければならないポイント、えー、みたいなところをちょっとやっていきます。一応、回答冊子の方で、一応、回答がついていると思いますので。<laughs> えーまあ、問題文をおお手元に置きながら、えー、確認しておくといいです、えー、1番、はい、まず1番の問題については、えー、どんな問題かというと、見せ金による仮想払い込みに、ねえー、該当するか否かの判断基準ということですが、まあ、これは3つかけてもらいたいところ、そのえー、と返済するまでの期間の長短、会社資金として運用された事実の有無、借、えー、入金の返済が、 会社の資本関係に及ぼす影響の有無等諸般の事情を考慮すべきとされてますから、まあ、全部書けるにこうしたことはないかなっていうところもありますので、まあ、よくあのこの見せ金に当たるかどうかっていうことの判断基準については、期間の長短運用実績の有無、えー、それから資金関係に及ぼす影響ってあたりをちゃんと言えるようにしておけばいい。そして2問目。<laughs> はい、発起人の権限については先ほど触れた内容の復習です。えー、この設立に必要な行為プラス法定の要件を満たして、つまりこれ定管に記載があるっていうことです。この えだから、この法律上、経済上必要な行為と、それから、定款に記載された財産引き受けということになります。えですから、回答としてはこうしました。え設立に法律上、あ、で、これ、設立にねえ、設立に法律上、経済上必要な行為を含むけれども、え 開業準備行為については法定の要件を満たした財産引き受けのみであるということが書いてあれば OK ということです。一応問題文としても開業行為開業準備行為が含まれるか否かも含めて書いてあるのはそういうことで、えー、定款に記載ある財産引き受けのみだってことが書いてあればいいです。で次に、はい、発起人の権限外の準備が行われた場合、発起人の責任は無権代理人の累積適用だよね。えー <coughs> 117条1項の類推適用によって行われるということになります。で、理由を伏して述べよということで一応問題出したんですが、要は直接適用できないことを書いてもらえればいいです。つまり無権代理人じゃないんですよ。発起人っていうのは権限外の行為は無効行為ですから。 えー、権限外の行為は無効行為ですから、無権代理行為ではないので、117条1項の直接適用はできないけれども、結局、相手方を代表して、あまあ、会社を代表して何か行ったっていう信頼は同じだから、無権代理の規定を累積適用してもいいではないかということが、まあ、判例上述べられているところということになりますから、まあ、一応これ、一応、採点基準っていうのは特にね、<laughs> そこまで厳格ではないけれども、まあ、117条1項の累積適用であるということと、あとは、まあ、要は無効行為なんだと。 無効行為だから無権代理人ではないよっていうこと、直接適用できないよっていうこと、それからまあやっぱり、その類推の基礎があるよってことが書いてあればいいんじゃないかなっていう、だからまあ一応、<laughs> 定款の記載なき財産不計がそもそも無効であって、まあ、無権代理行為ではないんだけれども、代理人であると信じて、これを契約して相手方を保護するっていう趣旨は、えー、このような。えー 発起人であっても妥当するでしょっていうね、まあ、いわゆる直接適用できないけれども、類推の趣旨が累推の趣旨はあるよっていうね、類推の基礎があるよっていうね、あの直接適用はできないけど、類推の基礎があるよってことが書けてれば、まあ、十分かと思います。<laughs> で4番で。4番はこれね、えー、取締役等の説明義務については、丸一はこれ、条文に書いてある通り、えー、株主総会においてと株主から特定事項の説明を求められた場合に説明義務は発生します。で、じゃあ、どの程度の説明が必要かというと、キーワード、一般的な株主が、 です一般的な株主が会議の目的事項を合理的に判断するのに客観的な範囲の説明であることで足ります。まあ、逆に言うと、その説明にすら至ってなきゃダメなんですよね。えー、つまり、これ、一般的ないし平均的株主が目的事項の判断を合理的にできるようなのに必要な範囲ってことが書いたらいいです。まあ、一応、ちゃんと書くとこれです。一般的株主が会議の目的事項を合理的に判断するのに客観的な必要範囲が求められるというのが判例でした。 でそして5番については、これ、ジャノメミシンの問題で、担当とも重ねたので、えーまあ、ここは担当の知識、さっきの担当の問題のところでもう一回確認しておくといいと思います。えー、まず、特定株主から株主をか、ごめんなさい、特定株主から株式を買い取るための対価を第三者に供与する行為、これ、ジャノメミシンで問題になったものは、結局これですね、株式の譲渡は株主たる地位の移転で、それ自体、株主の権利の行使とは言えないものであると。 であるため、原則として株主の権利行使に関する財産上の利益共有には該当しないということですね。ちょっと鍵括弧がちょっと崩れたって申し訳ない。こんな感じですね。えー、株式譲渡は株主たる地位の移転であって、それ自体株式の権利行使とは言えないわけだから、原則として利益共有に当たらないけれども、ただ、ここでね、会社から見て好ましくないと判断される株主が、議決権等の権利行使をすることを回避する目的で、 えー、株式を譲り受けるための対価を譲渡した場合には、これは権利行使に関しに当たると、い、まあ、うば合、ジャドミン判決の穴埋めということになりますので、えー、ここはしっかり確認をしておきましょう。で、次、6番、えー、株主の権利の行使に関して行われる財産上の利益行為が、これ、原則はダメですよね。うん えー、株主総会じくさい、えー。6番の問題、えー。株主の権利行使に関して財産上の利益共有は原則として禁止されるんだけれども、例外的に許容される余地があるものがこの3要件でした。供与される利益が、えー、株主の権利行使に影響を及ぼす恐れのない正当な目的に基づいて供与されていること。そして、個々の株主に供与される額が大きくないこと。全体として供与される額が大きくないこと。まあ、この3つですね。あの一応、正確に言うとこのように。<coughs> ○、えー、丸については社会通念上許容される、えー、○三については会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないと、まあ、いうような書き方を書いてありますが、ざっくりしたことを言うと、その株主の権利行使に関して行われる財産上の利益供与が、正当な目的で行われていて、一人一人の供与額が大きくなくて、全体としての供与額も大きくないという場合です。 で、これは、判例はどんな判例だったかっていうと、えー、議決権を行使したらクオカード500円あげますってやつです。えー、議決権を行使したらクオカード500円を差し上げますっていうふうに株主総会の招集通知で出したっていうで、その判例です。で、結論としてはそのクオカード500円っていうのは、丸一の要件満たさないからダメってしたんですよ。その、要するに、えー、まあ、通常さ、議決権行使したら500円のクオカードあげますって言ったら、大体会社提案に賛成しちゃうんですよ。えー、で、特に会社の中で、 えー、経営人と反経営人でバチバチになってるような株主総会の中で、えー、経営人が、えー、議決権行使したら500円あげますよっていうクオ・カードをあげると、まあ、そういうふうな形で利益供与を行うということについては、まあ、2と3はクリアしたんですよ。まあ、せいぜい500円の一人一人頭500円だし、500円全員が議決権行使しても会社の財産的に影響はない。えー、けれども、やっぱりそれは現経営人の、えー、要するに議,議題、議案ですね。えー、現経営人の、まあ、その、 議案に指示させるというそういう目的があったとして、えー、この一を満たせないから、やっぱり利益供与としてダメだめだという結論としてはダメだめだとした判例だけど、その判例の中で、この一、二、三の要件が示されていたということになりますから、まあ、ここはまあ重要知識として押さえていきましょう。では次です、七番。七、えー、番については、これは株主総会決議に無効確認の訴えの継続中に、えー、実は無効確認の主張が取り消し自由だということであれば、出訴期間の趣旨です。 この無効確認の訴えが3ヶ月以内に行われてたのであれば、取り消しの訴えに変更できますというやつですね。これ831条がやっぱり取り消し原因については、株主総会の決議から3ヶ月以内に取り消し原因というのを主張すべき。それによって法律関係を安定させるんだという趣旨からすると、まあ、無効確認の訴えを提起して、実はそれが取り消し原因だったと。 いう場合に取り消しの変更が認められるのは、その無効確認の訴え自体が3ヶ月以内に提起されているという場合、つまりその問題となる価値が3ヶ月以内に裁判所が現れていると、まあ、いうような場合であれば、出訴期間の趣旨に反しないというところですよね。<laughs> では次、8番、えー、これはあの理由を付して答えようですけれども、これは問題はもう、ね、あの担当のところでこの結論は私、あのやっていますよね。他の株主について存在する場合でも、決議取り消し訴えは提起できます。えー、自主的な理由は <laughs> この手続きの可視だけじゃなくて、手続きの可視のため、公正な決議の成立が妨げられたことへの抗議という側面も入っているということです。まあ、キーワードは、公正な決議の成立が妨げられたっていうことを理由とする、まあ、決議の公正が害されたっていうことを理由とする取り消しも認めるべきだってことですね。で、9番は省略します。えー、特別利害関係取締役の、えー 定義ですからしっかりここはね、えー、取締役の中立組み反をもたらす恐れのある会社の利益と衝突する個人的利害関係を有する取締役、まあ、言ってみればね、えー、典型的なものは利益相反取締役とかね、えー、協業関係に立つ取締役とか、あとは今日の、ね、担当でも出ましたけど、代表取締役で解任される対象の代表取締役、えー、会食対象の代表取締役などがこれに当たるということです。で10番 <laughs> 多額の借財の効力について、こちらもあの担当からちょっと逆算して解けちゃったような問題ではあるんですけれども、まあ、重要な問題なんで、こっちでも、えー、同じく記述にしました。えー、まず、多額の借財は原則として有効なんだけれども、相手方が悪意を言う価値だった場合、無効という心理療法ですで。理由としては、やっぱりこれは内心的意思を欠いたものだから、心理療法と似てるんだということですよね。つま,つまり、この え言ってみれば、意思決定を書いているわけですから、会社の業務執行の意思決定機関である取締役会の意思と、それから代表者の意思表示に不一致があって、不一致を代表者が私立意思表示をしたという、いわゆる内部的意思決定を書いた意思表示なんだから、心理法と同じだよということをまあ大体さっくり言ってればいない。次に11番、事故のための直接取引がなされた場合の任務受け責任で特徴的な2点、まず無過失責任であること、そして <laughs>、 一部免除できないこと、えーこ,の株えー、このね、えー、総株主の同意による全部免除を除いた、えー、責任免除、責任限定にかかる期間は規定は適用されない、ざ、まあ、っくり、まあ、言ってみればあれですよね、その無過失責任で、えー、そして一部免除の規定は適用されないみたいなことが書いてあれば OK ということになります。では12番、えー、取締役あの株主総会取締役会の承認を書く、えー、利益相反取引これは相対的無効説をちゃんと書ければいいね、これはもう必ず書けなきゃまずいですね。 えー、承認を書く利益相反取引は原則無効です原則無効だけれども、その無効を第三者に主張するためには、第三者の悪意を立証しなければならないというやつね。原則として無効なんだけれども、その無効を第三者に主張するためには、第三者が悪意であることを立証する必要があるという、まあ、この、えー、考え方、しっかり押さえておく必要があります。はい、13番、えー、まず取締役の報酬額決定を株主総会決議で取締役 に委任することは原則許されないのはお手盛り防止の観点です、まあ、これはいいですね。取締役の報酬規制の趣旨に反するためっていうことから、えー、問題文の中の穴埋めで誘導してます。えー、取締役会の報酬規制の趣旨って言ってますから、えー、いわゆるお手盛り防止っていうね、えー、ことが言えます。ただ、こういう場合ならいいじゃんっていうのが、これだよね。あの、総額または最高限度額を決めて、 枠を決めた上で取締役会にその配分を委ねる場合にはお手盛り禁止にはならないよね。あお手盛りの弊害は生じないよねってことです。お手盛りの弊害は生じませんので、まあ、取締役全員に対する総額、または個々別の最高限度額みたいのを決めた上で、その総額または最高限度額の枠内で取締役会に委任すれば、お手盛りの弊害は生じないから OK だよっていうことになります。で14番 株主代表訴訟における取締役の責任の範囲、これも判例がもう固まってますね、取引債務包含説、代表訴訟によって追及することができる取締役責任には、ここからですね、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役が会社に対して負担するに至った取引上の債務も入るということになりますね。ということです、えー、になりますから、まあ、内容、しっかりここも確認しておくといいでしょう。えー、じゃあ15番 15番もこちらは担当で、担当解説で言ったところになりますので、まず、丸1、登記簿上に取締役または大取領して登記しているけれども、専任決議を経ていないもの、これはいわゆる登記上の取締役になるから、これは承諾、明示目次を問わず承諾を与えれば、908条2項の累推適用がなされます。えーこの 就任登記について承諾を与えていれば、明治目次を問わず、982項、累積適用によって、不実登記だって主張できないことになります。で、次に ②、丸に <coughs>、退任登記未了取締役の場合は、不実の登記を残存させることについて、明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情が求められます。え明示的な承諾を与えていただ特段の事情がある場合に限られるという点を押さえておくといいでしょうか。ではえ、続けて16からいきましょう。 えー、承認を書く、えー、株式譲渡がなされた場合に、会社の側から譲り受け人を株主として取り扱うことが認められるか、はい、いいですね、これねあの、譲渡制限について承認がなかった場合には、認められないからねあの株あの、一般的に言われているのは、あの名義書き換え未了の場合に、 名義書き換え未了の場合に譲り受け人を株主として認めることは、会社が株主名簿のメリットを捨ててね、自らのリスクで譲り受け人を株主と扱うことは別に許されるとはされてるわけですよね。それはあの株主名簿における名義書き換え未了の場合に、譲り受け人に対して、株主としての権利交渉を会社が認めるということは別に会社側の,そのリスクでそれをやる分にはいいじゃんってなるけど、譲渡制限ついてる場合はダメよ。これは譲渡制限の趣旨に反しちゃいますから。 あのいいですよね。えーまあ、一応結論からすると、会社の側から譲り受金を株主として認めることは許されないということです。まあ、言い換えれば会社は、譲、え、渡、ー、人を株主として取り扱う義務があり、譲、え、渡、ー、人は会社に対してなお株主として地位を持ちますというのが、えー、結論で,で、理由としてはやっぱり一番大きいのは、濫用の恐れ。要するに恣意的に株主を選べちゃうんですよ。 その会社の側っていうのを言っている代表取締役が選ぶみたいな話ですよ。本来だったら取締役会決議で決めなきゃいけないのを、代表取締役個人がお前株主だってやるわけでしょ。本来だったら承認機関である取締役会の決議で、上渡承認するかどうか決めるっていうのが本来なのに、代表取締役個人がもう会社の代表者として、じゃあ君をね、えー、承認決議ないけど、株主として認めるよなんてことをやってしまうと、恣意的に、まあこれですね、裁量を会社側に与えちゃうんですよ。 誰が株主になるのかということについて、恣意的な選択ができちゃうから、その譲渡制限の趣旨、ぼ却しちゃうんですよね。であとはあの、判例上、承認書譲渡というのは無効です、会社との関係では。えー、承認を書く譲渡というのは会社との関係では無効であるとされてますから、まあ、無効であるならば、まあ、譲渡人が株主として取り扱われるべきだという話ですよね。というところです。 株主名簿の場合の名義書き換えの場合はさ、あの対抗できないって話じゃんその。名義書き換えをしなければ会社に対抗できないって話だから、対抗できないってことは会社から認めていいのよ。会社から認めることはできるけれども、あのこの譲渡制限で承認がない譲渡っていうのは、当事者間では有効だけど、会社との関係では無効っていう扱いをしてますから、あの判例上ね。ということは対抗できないであなくて、無効なんだから、会社の側から認めることもできないでしょっていうのがこの丸2の意味合いってことになります。 では、えー、次、17番、えー。ここはもうね、知識ちゃんと持ってますかってやつですね。あの、著しく不公正な発行、えー。これは主要目的ルールについて説明できていればまるでいいです。えー、つまり、えー、新株発行とかで、ね、新株予約権の差し止めにおいては、法令または定括違反。まあもちろんね、株主が不利益を受ける恐れっていう柱書きの要件。えー、プラス、法令定括違反または著しく不公正な発行の場合に差し止めが認められる。でこの時の著しく不公正な発行っていうのは、えー、特にこの、えー、いわゆる、 敵対買収者に対する防衛策として行う場合には、一般的にどっちがメインルールなのかってことですよね。どっちがメインルールなのかということによって決まりますから、まあ、使用目的では特定の株主の持ち株比率を低下させ、え現経営者の支配権を維持することを目使用目的としてなされたものであるときには、不公正発行に当たるというのがね、えー、判例ですので、このま判例の立場をしっかり言えていればいいですで。ちなみに下はねあのまた参考まで見ておいてください。えー、もしね 使用目的がそうじゃなくてもって、これちょっと応用ですけれども、使用目的がその経営支配権維持になくても、その新株発行を大量に行うことによって、特定の株主の持ち株比率が下がることを分かって、新株発行を行ったって場合には、その経営支配権維持目的が使用目的でなくても、その、 新株発行を正当化されたというのは合理的理由、これは一般的には資金調達目的とか企業提携目的とか、そういう合理的理由がない限りは、やっぱり不公正発行に当たるとしていますので、ここまで書まければ万全かなという気がしますけど、まずは主要目的ルールの方をね、まずしっかり言えるようにしておきましょう。はい、では18番、えー、株主総会決議を書く新株発行は無効原因になるか、これはちゃんとできるようにね、公開会社の場合では無効原因になりません。あくまでも 公開会社の場合の株主総会特別決議を入ったものについては、やっぱり多数の利害関係人が生ずるということが一番大きいかなというところですね。えー、もちろん、会社の業務執行に準ずるなんていう理由づけもあります。えー、募集株式の発行は会社の業務執行に準ずるものだよと、まあ、いうことも理由になるけれども、まあ、やっぱり一番大きいのは、公開会社において、まあ、株主総会の特別決議を経ていなくても、一応、代表取締役が新株発行しちゃった以上は、 やっぱりそれは、やっぱり安全、取引安全、多数の利害関係人が生じる以上は無効原因にならないっていうことが反連立場。で、それに対して、非公開会社は無効原因になるんだよね。なぜならば、非公開会社において新株発行っていうのは新たな株主を作ることですからね。 ということは、非公開会社というのはその閉鎖性が求められるわけでしょ。ということは、新しい株主で全く見ず知らずの人がポンと入ってきちゃうということになりかねないわけですよ。ですから、非公開会社については、性質上、既存株主の利益の保護というのがやっぱり重視されるべきと。つまりま、言ってみれば、新しい株主が突然入ってきちゃうということになりますから、そうすると既存株主に関する影響力が非常に大きいことから、非公開会社の場合には、 その株主総会特別決議がない場合には無効原因になるというのが判例でした。あで、ごめんなさい、これ、えー、すみません、えーと、19番、これ、回答つけてなかったん、ね、ですみません、えー、と一応、回答だけこれ口頭でちょっと触れておくと、合併比率が不当または不公正な合併が行われた場合において、合併無効の訴えで、えー、無効原因が認められる場合はいかなる場合かで、これはまず前提として、合併比率が不当や不公正な合併が行われた場合っていうのは、これ、 合併比率の不公正だけでは無効原因にならないんだよね。どうなるかっていうと、その合併の承認決議で、特別利害関係株主が議決権を行使したことによって、著しく不当な合併比率での株主総会決議がなされた場合には、著しく不公正な決議として、株主総会決議取り消し原因を構成します。そうすると、 株主総会決議取り消し原因になるということは、実質的に株主総会決議がない合併になる。だから無効になるんだってことです。ちょっとすみません。19番に関しては申し訳ない。ちょっと私の方で、ちょっと簡単に、えー、こちら、えー、書いておくと、合併比率が、不公正が行われた。で、それ自体は無効原因じゃないんですよ。すみません。これはちょっと申し訳ないと。 えー、わけですそうすると、どういう場合にじゃあ、無効原因になるかっていうと、えー、特別利害関係株主、大体ね、合併比率の不公正な合併やるときは、合併の相手方が株主やってたりするんですよ。で、著しく不公正な合併内容みたいなのを承認しちゃうから決議通るんですよ。 そうすると、特別関係利害株主による著しい不当決議があれば、結局これっていうのは、株主総会決議の取り消し原因になると。831条1項3号で取り消し原因がありと。そうすると、 実質的に株主総会を各合併なんですよ。まあ、実質的にっていうのはまあそういうことですね、まあ、実質的にまあ株主総会の決議取り消し原因があるっていうことは、えー、それはあの株主総会決議取り消し原因があるってことは、実質的に株主総会を書合併と評価できる。 でこの実質的に株主総会を勝つ合併っていうのが重大な歌詞として無効源になると。なので、えー、一応書いてほしかったことについては、ここで今、ちょっと。あの メモ書きっててこことになりまししたたけけれれれどもこれをまあ文章化してい,ただければいいいだばです、えー、要は合併比率が不当または不公正な合併そのものが無効原因になるわけではないんだけれども、えー、特別利害関係株主が議決権を行使して著しく不当な決議だったというふうに評価できればそれが株主総会の決議取り消し原因として831条1項3号に該当しますそうすると決議に可視がある、えー、そういう株主総会は実質的に総会決議がなく合併したものと同じだというわけです。 ですねえー、株主総会を自主的に書いた合併ということになれば、それは株主の意向を無視した合併ということになりますから、えー、重大な価値として無効原因になるということが説明できても OK です。では、えー、あと、さってやってみましょう、はい、事業譲渡の意義について、えー、これについてはもうちゃんと、えー、書けるようにしておいてくださいという感じですので、えー、この3つの、えー、要素ですよね、一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部、または重要な一部を譲渡し、これによって、えー、会社が、 その事業活動全部または重要な一部を譲り受け会社に受け継がせて会社が法律上当然に協業非時ぐもを埋めのとは一応判例の定義です。えちなみにこれ丸三の要件がなくてもオッケーです。これはあのいろんな考え方あるんですよね。丸一丸二丸三の要件が全部揃って事業上とだって見解もあるし丸三の要件はいらないんだなんていう見解もありますのでこちらはあの今までのインプットの教材の中であの丸三の要件を入れてるんだったら丸三書いてもいいしまあ丸三の要件は入れたければ丸三の要件入れなくてもいいということだ。ただ丸一丸二はマストね。 丸一丸二は絶対に必要で,で一応私の入門講座の中では、とりあえず念のため丸一、10203という形であのチェックシートとは入れていますので、えー、まあ一応このような形の回答をつけています。で21番、法人格否認の法理、まあいいよね、これは特定の事案に限って会社の独立性を否定する法理ですよね。えー、特定の事案に限って、まあ、これいわゆる審議則上の考え方ですよね。えー、審議則上 その本来だったら別人格である会社とその配偶者っていうものを当該事案に限って同一視することができるとする法律のことです。そして次、えー、スーパーマーケットのテナント契約において、内田しの責任の規定が累積適用される場合、まあ、これはあのペットショップの判例でしたよね、えー。スーパーマーケットのテナントのペットショップの中で、そのペットショップのなんか鳥か何かが、まあ、病気で、えー、実際にその購入者、 にその,の家族を死亡させちゃったみたいな事案の中で、えー、スーパーマーケットにないたがしの責任を問われる問、問えるかっていう、そういう判例でしたよね。で、その時にもともとないたがしはないから直接的はできないんですよ。 スーパーマーケットの中でのテナントっていうのは別に商業の利用みたいなのを成り立がししてるわけではないので直接適用はできないんだけれども判例はこう言ってますよね営業主体の誤認が生じるのもやむをえないような外観の作出と称号の使用許諾と同時できる程度の奇跡自由が認められる場合には類推適用を認めるっていう考えが整ってますのでここは見ておいてください。でそして23番の、えー 債務者を害することを知り手の意義を述べよということですけど、これはあの、いわゆる川本フォーミュラーをかければいいわけですよね、えー。手形の取得時に、その手形満期時において、まあ、要するにこの手形を取得するにあたりということは、その手形を取得した時の認識としてね、えー、その手形,を所持人がし手形を取得すると時点の認識として、手形満期で手形債務者が所持人の前者に、所持人の直接の電車に対して、公弁を主張し、 支払いを拒むことが確実であるという認識を有していた場合ということですので、まあ、ここはもう定義ということになりますので、まあ、内容をちょっと忘れている方は、どういう場面で問題になるのかですね、まあ、これはちなみに手形法17条たし書きの問題ですから、あの人的公弁が切断されない場合ね、えー、債,務債務者を害することを知りて、所持人が手形を引き受けた場合には、えー、その所持人に対しては、えー、いわゆる人的公弁の切断がされない。でこここののの害することを知りて,っていうのは、まあ、このようはよに 所持人が手形を取得した時点において、抗、まあ、弁を主張することがもう確実であるとの認識を持って,て、あえて手形を引き受けたというような場合に当たるということですね。そして24番、支払い面積の悪意、重過失についても、まあ、これは結構重要なところですよね。悪意っていうのは、これは支払い面積における悪意は、無権利を知っているだけではダメです。無権利を知っていて、かつそれを立証できるにもかかわらず、払ったことです。いいですよね。で重過失も同じ。えー、いわゆる 重過失によってその知らなかったこと、えー、だけではないんですよね。その重過失によって無権利を立証できるのにしなかったことというのがポイントになりますよね。えー、ですので、まあ、この40条3項の悪意については、まあ、この定義としては、悪意については所持人の無権利を知っていて、かつ立証できるような確実な証拠を持っているのに、あえて払ったという場合、故意に支払った場合。 重過失というのは、通常の調査をすれば無権利を知り、入手方法立証方法ね、えー、通常の調査をすれば、所持人の無権利を知り、かつ立証方法が入手できたのに支払ったこと、まあ、ポイントは、立証できたのにしなかったことがポイントです。いいですね、えー。単なる悪意重過失ではなくて、えー、立証手段があったにもかかわらず、その立証をせずに、あえて払った場合に悪意として免責されないんですよね。 なぜならば、立証できないのであれば、これ覚えてますかね裏書きを連続する所持人は権利について働いてるんですよ。裏書きが連続する手形の所持人は権利について働いてますから、仮に、その振り出し人としては、その所持人がね、請求してきた所持人が、もし仮に無権利者だってことを知っていたとしても、裏書きの連続によって権利者推定働いてるから、その裏書きの連続の推定を覆さなきゃいけない。つまり、無権利であることを立証できない限りは、 あの、所持人からの請求って拒めないんですよね。で、そうすると、結局、悪意で支払った場合には免責されないっていうのはどういう場合かって、ただ知っていたっていうだけではないんですよ。知ってただけだったら払わなきゃいけないんだから。いいよね。その、裏書きの連続する手形っていうのは権利推定があるわけだから、その、所持人に対しては、その推定を立証できない限り、推定を覆す立証ができなければ払わなきゃいけないんだから、そうすると、その、 ただ知っているだけっていうだったらね、その払うしかない状態になりますから、そうすると、その悪意重過失として免責されない場合っていうのは、立証できたのに、あえてせずに払ったっていう場合ですよね。その無権利の推定を、ごめんなさい、えー、その裏書きの連続の推定を覆す証拠があるのに、あえて支払ったみたいなような場合には、やっぱり悪質だから、その免責を認めないんだっていう発想ですよね。 でそして最後、えー、白地手形と無効手形の区別基準とは何かと、これは主観で決まります。えー、つまり、白地補充権を与える意思を持って振り出したら白地手形。それを書いてれば無効手形ということになりますので、えー、25番、署名者が後日取得者をして白地を補充させる意思で交付した場合には、 え、知られてるなる。まあ、これは回答にあたっては、知らず、振り出したときに、知らず補充権を付与する意思があったかどうかによって区別されるっていう点をね、明確にできてればいいと思います。まあ、ちょっと手形とか、商法相続、思考いう法はちょっと手薄になるところかもしれませんが、まあ、この部分についてはしっかりと確認しておいてください。で、今日の一応解説のところでですね、えー、先ほどもちょっと触れましたけれども、えー、簡易記述式の方ですね、えー、記述式の19番の問題に関しては、少しあの回答の方が、 えちょっとあの問題文になってたので、回答の方になってませんでしたので、一応、ここに書いた回答ですね、えー、特別利害関係株主によって著しく不当決議がなされた、まあ、要するに議決権行使によって、特別利害関係株主によって、こ、えーえー、の議決権行使によって著しく不当決議がなされて、でその結果、株主総会の決議取り消し原因だというふうになるわけですよね。そそののの株株主主総総会会決議取消原因があればそればは実質的に株主総会の 決議を書いた合併であるというふうに評価できることから、株主の意向を無視した合併として、重大な瑕疵あ,ありという形で、合併の無効原因となるというあたりの流れを示せていれば、この19番は OK ですので、少し抜けているところとか、もう一度ですねしっかり確認をしていただいて、復習にしっかり進めていただければと思います。特ににに記述式のの問題についいてははななかなか書きにくいと思ううんです最初のうちはね なので覚えるべきものっていうのは、まあ、入門を受けられている方はチェックシートってことにはなると思うんですけれども、まあ、ある程度あの、覚えるべきものを絞って、まあ、覚えるというか、ね、しっかり理解、納得して、インプットしていくものを絞って、まずそのインプットしたものを全部ね、しっかり固めていって、足元をしっかり固めていくことがね、まあ、民法に限らず、まあ、法律基礎科目については、どんどんそこから裾野が広がってきますから、あの何でもかんでも覚えようとしちゃってね、何が重要でそうじゃないかってところがある程度、なんかぼやっとしちゃうと、メリハリもつかないっていうことになりますから、 まずは、えー、特に、まあ、インプットが終わった段階であれば、まあ、入門であれば、本当チェックシートに書かれている内容とか、講義メモで、まあ、結構重点的に説明した内容ということになると思うので、まあ、そこの部分を、まあ、まずはしっかり確実に回答できるようにして、でそこからまああの問題文とか、ね、論文の問題とか担当を通して知識を広げていくというところを、ね、徹底していただければと思います。では、えー、と今日の、ねえー、とこの商法の一斉テストについては以上といたしまして、えー、次回はまた民事訴訟法の方うで、ねえー、講義の方を行う予定ですので、で民事訴訟法についてはね、 一応まあ民事訴訟法全般からまた同じような形でまあ準備あの出題していく予定ですのでまあ特にあの簡易記述の方もねある程度対応できるように準備を進めていただければと思いますそれでは本日の一斉テストの解説の方は以上といたしますそれではお疲れ様でした。